Welcome to Samurai Sushi Spirit. We asked the chef about his thought on the YouTube channel and his life history so far. 乾杯は日本人の文化ですよね。乾杯。乾杯。えい。いただきます。いただきます。てっちゃんのお寿司を世界に広げたいというお手伝いをさせていただくということでやらせてもらってますけど、やっぱりこう海外の人たちに伝えたい、そうですね、見てほしい、特に今ねコロナで日本にも来れないし、はい、なのでお寿司、ね、すごい人気ですけれども、特に香港の方が多かったですね。マナーを学んできたのかなっていうのも伝わってきますし、静かに喋られるところですね。大トロとか中トロとかいう言葉が英語になってる、英語というか共通語になってるような気がしますね。なるほど、はい、逆にそういうタイとかヒラメっていうのを全世界の共通語にできたらいいですよね。あ、そうですね。そしたらみんな悩まなくて済むし、まあ寿司っていうのはまずこうなってるじゃないですか。そうですね、寿司はなってますよね、もう本当に入り口は、はい、だからもうどこに行っても寿司だし、僕もよくオーストラリアに行きますけど、海外でももう高級なお寿司屋さんも結構あって、はい、でも寿司っていうのはやっぱり世界に一番知られたこう日本のコンテンツというか、はい、っていう感じなんですけど、海外の方にですね、まあ、今でこそ YouTube なんですけど、考えてはいたんですけど、はいはい、なんせですね、まあ、具体化はですね、はいはい、できなくて、まあ、今回、まあ、タイミングがあってですね、やろうと、うん、結構ね、まあ、そのお互い同い年なんですけど、はい、44じゃないですか。44。でも出会った時って、30、半ば ?5 とか。そのくらいですよね。はい、35、6でしょ、はい。僕の年代で、同級生が寿司屋の大将、はい、しかも高級店っていうのはまずありえなかったんで、すごいびっくりしたんですけど。言われてましたね、それ昔からですね。そう。逆に若くしてこういう寿司屋さんやってるから、うん、なんていうんだろう、その伝統とかしがみとか。はい、日本のやっぱり、はい、まあ、寿司のいい部分でもあるけれども、うん、そういうこう硬いところにも柔軟なというか、そうですね、海外にも出して、はい、はいはい、遊びが足りないと、その、まあ、仕事は遊びからしか生まれないっていう青山にあるガジータの高橋オーナーなんですけど、はいはい、なるほどなと。僕はですね、その名門のどこどこで修行したとかですね、そういう肩書きがないからですね、もう自力でやるしかないからですね、はい、自分の感性のままに、あるがままに、ずっとお客さんのやり取りの中でずっと作り上げてきた、まあその集大成じゃないですけど、まあ、こちらのお店ですよね。もう40代の42ぐらい出したんでですね、うん、はいはいはい、そういう意味では自分を表現する場所としてですね、こう渡したんで、まあエンターテインメントですよね。いや本当ですね、はい、海外の方にもこう入れられるようなこういうお寿司屋さんが広がっていくプロジェクトが始まったわけですけど、僕は寿司屋で生まれて寿司屋で育ったんですけど、バブル崩壊とか影響で親父寿司職人だったんですけど、まあ、事故とかですね、いろんな要因が重なって、まあ、お店を閉めた形になってですね、寿司屋やろうかなと思って寿司屋して、まあ、佐賀のお店は、もともと僕が始めたお店は親父の名前を継いでお店を存在しました。で、向こうはですね、みんな佐賀県では知ってもらえるような感じになったんでですね、で、今度こっちは自分の人生と思ってこっち始めました。やっぱワクワクするのは外国の方、本当楽しいただそれだけなんですけど、まあ、僕が日本人としてですね、外国の人に伝えれるっていうか、ちょっとの力ですけど、こういう包丁一本、腕一本、これしかないんでですね、今みんな外国の人も寿司大好きだそうでですね、すごい嬉しいんですけど、その中でもですね、本物のお寿司、妥協しないお寿司は僕の中での本物なんでですね、ぜひ本物のお寿司を世界で食べてほしいなっていつも思います。こうやって伝えることはですね、できるんで、侍魂の寿司ですね、お伝えできればもう本物です。 Thank you for supporting our channel.Our first online course is open now on Udemy. Course link is available in the description box. And check out the best deal on getting to the program. This is the Samurai Sushi Spirits. ありがとうございます。
またお越しくださいませ。